ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力でよみがえるのではない、欲深な人間どもによってよみがえるのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。幾多の死闘の末、闇の神官シャフトの手によって復活したドラキュラ伯爵はリヒター・ベルモンドにより倒された。しかしそれから4年後の満月の夜、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って当てのない旅に出たマリア・ラーネットであるが、道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度しかよみがえるはずのないドラキュラ城が忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シ・ベルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めることのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱き、宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。我らの元に戻れとは申しません。せめて手を引いていただきたい。それはできぬ相談だ。仕方ありません。この場は一旦退きましょう。今一度よくお考えくだされ。待ちなさい。あなた闇の力を持ってるわね。見たところ人間のようだけど、この城に来た目的は何？この城を消すことだ。私と同じね。その言葉信じてあげるわ。私マリア。あなたは？アルカードだ。不愛想なのね。まあいいわ、生きてたらまた会いましょう。それじゃ失礼。久しぶりだな。これはアルカード様、一体何の用ですかな。悪いが手を貸してほしい。お言葉ですが、ドラキュラ様に牙を向いたお方に協力するわけには。分かっている。それなりの礼はする。
そうですか。それならば何なりとお申し付けください。また会ったわね、アルカード。マリアとか言ったか。相変わらず不愛想ね。それにしても変だと思わない？以前と建物の構造が違っているのよ。ドラキュラ城は混沌の産物だ。その姿は一つではない。前の知識は役に立たないわけか。考えてもしょうがないわね。ありがとう。それじゃ。すごい腕前。私の出番なんてないみたいね。何の用だ。そんなことを言いに来たわけではあるまい。まあね。リヒター・ベルモンド、知ってるわよね。ベルモンド家のものか。彼が1年前から行方不明なの。きっとここに来てると思うわ。見かけたら私に知らせてほしいの。いいだろう。ありがとう。アンが優しいのね。それじゃよろしく。誰だ。開け冥界の門。入れよ我がしもべよ。こんな死ぬ。貴様まさか。我が城を汚す小賢しいハエを叩き潰せ。いいところに連れてってあげよう。母上。その声はアルカード。そこにいるのね。母上、今助けに行きます。ダメよアルカード、来ちゃダメ。でも母上。いいのです。私の命で皆に幸せが訪れるなら私は喜んで死を迎えましょう。ダメだそんなこと。ごめんなさいアルカード、あなたにばかり辛い思いを。でも私からの最後の言葉を心に留めて生き続けて。母上。人を憎しみなさい、そして殺しなさい。生き続けて罪を重ねるよりも死んだ方が人間には良いのです。さあそこの人から殺しなさい。違う。どうしたのですアルカード。そんなことは言っていないはずだ。何を言っているの。殺して皆を幸せにするのよ。断じて母じゃない。貴様何者だ。私の呪縛を破るなんて気に入ったわ。許さん。貴様にはしすら生ぬるい。ゆっくりと虜にしてあげる。いらっしゃい坊や。この血の匂い、なぜ夜の一族の血の匂いが。まさかこの強さ、そして美しさ。ああ間違いないわ、あなたは伯爵様の。夢の世界での死は精神の死だ。抜け殻のまま永遠にさまようが。待って、お願い。どう、リヒターは見つかった。探してる男かどうかは知らんが、ベルモンドのものなら見かけた。本当？やっぱりここに来てたのね。だが奴は敵として現れた。しかもこの城の城主として。そんなはずないわ。でももしそれが本当ならきっと訳があるはずよ。ごめんなさい、私行かなきゃ。アルカード。その声はマリアか。ごめんなさい、やっぱりあなたの言った通りだった。やはりベルモンドだったか。私には彼の意志だとは思えない。でも私の力では彼を、リヒターを止めることはできない。だが止めねばならん。わかってる。だから悪いけど、あなたの力試させてもらうわ。さすがね、
これならきっと。お願い、リヒターを助けてあげて。その保証はできん。だが、必ず奴を止めてみせる。それも仕方ないことね。そうだ、これを持っていって。これは？身につけていれば、邪悪な幻を見破ることができるはずよ。そうか。では奴が死なずに済むよう祈っているがいい。待ちかねたぞ。答えろ。なぜベルモンドがドラキュラ復活を企む？伯爵は100年に一度しか蘇らん。そして俺の役目は終わった。だが俺の血が戦いを求めている。奴さえ復活すれば戦いは永遠に続くのだ。その考えが己自身のものならそれもよかろう。なんてことだ。ありがとう、アルカード。リヒターを助けてくれて。アルカード、まさか我が祖先ラルフと共にドラキュラを倒した？そんなことはどうでもいい。お前を操っていた者はあの城にいるのか？ああ、そのはずだ。マリア、リヒターを連れて城を出ろ。あとは俺がやる。ええ、分かった。ここまで来てしまいましたか。もう一度だけ申す。父君のため手を引かれよ。最初からその気はない。いや、もう得ませぬな。我が主のためその魂いただく。よくぞここまで来られた。さすが我が主のご子息よ。ベルモンドを操っていたのは貴様だな。いかにも、我こそは愛国神官シャフト。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜベルモンドを城主として祭り上げた？ヴァンパイアハンターは古来より聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だが、ハンター同士が戦えば、ベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力ならまず倒すことはできまい。その通り。奴を操り上司にすることで儀式に邪魔なものを排除したのだ。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の生け贄として何時の死する気配心を捧げる。バカな。自分の肉体を捨てた者にこの世での居場所などない。貴様の好きな暗黒へ旅立つがいい。だが我が野望は成就した。我が主ドラキュラ伯爵よ、腐り切った世界に破壊と混沌を。
上。ほう、誰かと思えば、久しいな、我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな世まい事を言うか。まあよい。今度こそ下船な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再びあなたを倒す。あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは、守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが、私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。無事だったようだな。アルカード、よかった。あなたも無事だったのね。すまない。俺のせいで、また実の父を。気にするな。自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。そう言ってくれると助かる。だが、よく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは、奴じゃない。人間自分自身だということを。分かった。肝に銘じておこう。アルカード、これからどうするの？俺の体に流れる呪われた血はこの世界には不要だ。人目につかぬ方がよかろう。そう。では、さらばだ。もう二度と会うこともあるまい。アルカード。いいのか、マリア。追わなくて。ごめんなさい。やっぱり、彼を放っておけない。いいんだ。だが自分の選んだ道だ。決して後悔をしないようにな。ありがとう。それじゃ、元気でね。ああ。マリアこそ、元気でな。